毎度ご視聴ありがとうございます。なんちゃってギター弾き大工マンです。さて、今回は知床旅情の弾き方を解説します。左手で押さえるコードや右手の動きがよくわからない方は、基本動画をご用意しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。講座では歌いやすいキー、押さえやすいコードを最優先。そこで今回はカポタストを使わない、いわゆる開放弦。C コードを軸に進めてまいります。では、いつものようにコードチェックから。使うコードは全部で7種類。アルファベット順に見ていきましょう。Am コードは5弦がベース音。和音の要となる低音です。5弦から響かせましょう。C コードも同じく5弦から。D マイナーは4弦がベース音です。4弦から。E マイナーは6弦から。F コードは押さえやすい簡易型を使いましょう。6弦5弦を弾かず4弦から。G コードは6弦がベース音。6弦から。小指を人差し指に変えて G7、こちらも6弦から。コードチェックが済んだら、今度は右手の動き。今回はアルペジオ、つま弾きです。図をご覧ください。左から右に時間が流れていきます。一番上が一番細い1弦。一番下が一番太い6弦です。赤文字アルファベットはスタートの親指弾き、押さえるコードによって弾く弦が変わることを示しています。例えば E 系、G 系のコードならスタートの親指は6弦から。A 系、C 系は5弦。簡易型の F や D 系なら4弦からスタートします。はじめは左手でネックを押さえて音を消して練習していきましょう。では、手始めに C や Am など5弦スタートの手順で見ていきましょう。全体は3拍子ですが、これをさらに細かく分けて、合計6つの音出しで1セットとします。まず、親指で5弦を弾き下ろしたら、あとは引き上げばかりです。3弦を人差し指。続いて、2弦中指、3弦人差し指。続いて、1弦薬指、3弦人差し指。これをひとまとめにすると、5、3、2、3、1、3。もう一度。5、3、2、3、1、3。タラリラリラとなります。では実際に左手 C コードを押さえて音出し練習をしてみましょう。どうぞご一緒に。5弦親指からスタートします。5、3、2、3。3、もう一度。5、3、2、3、1、3。タラリラリラ。最初のうちは弾く速度を考えず、まずは粒揃いの音が同じリズムで連続するようゆっくり練習を重ねてください。では5弦スタート以外のコードもチェックしておきましょう。Em や G なら6弦スタートです。抑えやすい E マイナーで6弦からご一緒にゆっくり3カウントで入ります。 1,2,3 6,3,2,3,1,3 もう一度 6,3,2,3,1,3。簡易型の F や D マイナーなら4弦スタートです。では F を押さえてゆっくり4弦からスタートしましょう。同じく3カウントで入ります。 1,2,3,2,3,1,3 もう一度 4,3,2,3,1,3。講座では画面左上に随時緑色のマークを表示しています。そのシーンはゆっくり演奏していますから、動画を繰り返し再生され、ご一緒に練習を重ねてください。ではメロディーラインへ入っていきましょう。1行目を2つに分けて前半分から練習します。先にゆっくりスピードのお手本を聞いてください。しれとこみさきみ。C は5弦から F は4弦からスタートです。ではこの部分だけゆっくりご一緒に2カウントで入ります。 1,2 しれとこみさが標準スピードに達するとしれとこみさきみとなります。続いて後ろ半分、まずお手本です。C は5弦から G7 は6弦スタートです。ではご一緒に。今度は3カウントで入ります。 1,2,3 はまなすのさ標準スピードに達すると「はなすのさくこと」となります。2行目、コード進行は1行目と同じです。では前半分をゆっくりご一緒に2カウントで入ります。 1,2,後ろ半分をご一緒に3カウントで入ります。 1,2 2行目全体が標準スピードに達すると、思い出しておくれ、俺たちのこととなります。後半1行目、前半分のお手本です。D マイナーは4弦から、E マイナーは6弦からスタートです。ではご一緒に、ゆっくり3カウントで入ります。1、2、3。さ標準スピードに達すると、飲んで騒いでとなります。続いて後ろ半分、先にお手本を聞いてください。F は4弦から、C は5弦からスタートです。ではご一緒に、ゆっくり3カウントで入ります。ワン、ツー、スリー、フォー。が標準スピードに達すると、丘に登ればとなります。2行目、前半分は最も美しい旋律で曲全体の山場です。まずお手本を聞いてください。F は4弦から、C は5弦から、A マイナーも5弦、G7 は6弦スタート。コードチェンジが少し難しいですが、頑張ってご一緒に。ゆっくり3カウントで入ります。ワン、ツー、スリー。この部分が標準スピードに達すると、はるか下しとなります。続いて後ろ半分、まずはお手本です。C コードは5弦スタート、G7 は6弦スタートです。では、ゆっくりご一緒に、3カウントで入ります。ワン、ツー、スリー、やくやはける。が標準スピードに達すると、やくやはける。なります。3行目の感想は2行目と全く同じコード進行ですので、自主練習をなさってください。ゆっくりスピードのお手本を弾いてみます。あとはこれまでのメロディーラインの弾き方を繰り返して2番3番へと歌い継いでいきます。全体の弾き方解説は以上です。この後動画下概要欄よりリンク先へお進みいただき、別冊付録知床旅情なんちゃってお手本演奏をぜひご視聴ください。弾き慣れてくればコラボ演奏にも挑戦なさってください。ということで本編の解説はここまで。お疲れ様でした。